皆さんこんにちは。副音ハーモニカ奏者の西川です。今日の952回目は私の反戦歌の2回目として、モズが枯れ木でをお送りします。この歌が作られたのは1935年なんですけど、歌の中でですね、平穏な村の生活がずっと続いてきて、モズが鳴いている、でも足らないものがある、それは、アンサが薪割る音がない、お兄さんが冬支度の薪を割る音がしないことだっていうんですね。で、なんでかというと、アンサは鉄砲担いで満州行ったっていうんですね。で、この、1935年から1945年に至る10年間、日本は、無謀極まりないといえる、戦争の道を突き進んで、膨大な数のアジアの人々や日本人の命が失われることになったんですよね。こういう戦争に向かって動き始めるその、兆し、兆候といいましょうかね、そこでどうやって、戦争を起こさないか、あるいは戦争を起こさせないか、そのことが、極めて重要だと今つくづく感じています。
モズが枯れ木で、でしたね。なんとか世界中からですね、今頻繁に起こっている紛争や戦争の中で、とりわけ子どもたちの悲惨が続いていく、そういう時代をなんとか人々の力を寄せて少しでも解決をしていければと願っています。みんな元気出しましょうね。チアラップ、じゃよ。それではまた明日。